パーキンソンの効果のある施術です、彼女はそれほど曲がってないんですけど、パーキンソンになる人っていうのはこの鼻の尾骨がこういうふうに少し曲がってるんですね。で、曲がった原因は何かっていうと、この鼻の尾骨が曲がってる時は尾底骨の尾骨も曲がってます。で、それが左側に曲がると実はパーキンソンに症状になるわけですね。だから鼻で治すんじゃなくてお尻の方の尾骨で治します。ちょっとうつ伏せに、まずは特徴なんですけど、尾骨が曲がっているような人はほとんどが骨盤も開いてます。で、骨盤が開くとこの仙骨の後ろの仙骨の方が縮むんで、このここの仙骨にある後仙腸靭帯っていうのが縮みます。で、これ引っ張るんで骨盤の向きがこう変わるわけですね。と変わるとここに無駄なこういう脇にこう脂肪のような肉が出てくるわけですけど、で、まずはこの後仙腸靭帯、仙骨にある後仙腸靭帯を入れます。で、それを緩めるには外側のくるぶしからかかとに向かって大気圏を切ります。こんなふうにね。で、そうするとすでにもう後仙腸靭帯動いてくるので、お尻の形はもう変わります。で、こっから仙骨の真ん中の突起の骨を外側に向けて剥がします。尾骨がこうあるんで尾骨に沿っても剥がします。つまり尾骨の周りの筋膜を剥がす。綺麗になりましたね。反対側に向きます。はい、ちっちゃくなりましたね。さらに後仙腸靭帯を骨際から外します。尾骨も外します。で、尾骨はこういうふうにこう左側に今曲がっていたので、まずは曲がったこっち側から動かします。で、この時に指先で尾骨を捉えたならば、なるべく手を使わないで体で動きましたね。少し動きました。で、そしたら次は曲がってる方から押します。で、この時も指先はしっかりと尾骨を捉えて、で、手で押すと思わぬ力が入ってしまうんで、捉えたならば体で押すようにしましょう。動きましたね。で、この曲がりがまっすぐになったときは両方からこう押しても、こんなふうにね、押しても同じような形で要は抵抗を感じます。こういう曲がったときにこうするとスッと抜けるし、こっちから入れるとガツッと引っかかるような、アンバランスの時は明らかに曲がってます。で、まっすぐになると両方からこうやっても同じような感じで滑るようになります。まあ、これで尾骨の調整は終わるわけなんですけど、あ、一つ忘れました。尾骨がこういう風に出てるので、まあ、彼女の場合はそんなに曲がってないんでダイレクトにやったんですけども、やる前にはこの尾骨のここの部分、ここの部分をピックでこういうふうにきれいに掃除するような感じで入れます。そうするともっと動かしやすいと思います。まあ微妙なところなので気をつけてやってください。